歌舞伎界復帰への意欲を口にした猿之助被告ですが、今後どうなるんでしょうか。中継です。社会部の吉田遥記者に聞きます。吉田さん、今回懲役3年の求刑となりました。これはなぜなのでしょうか。はい、求刑を決める際にポイントとなるのは、自殺を手助けするために猿之助被告が具体的にどのような行為をしたのか、また再犯の可能性があるかどうかです。ある裁判官は、猿之助被告が両親に薬を渡したという行為について、この薬がなければ両親は死に至らなかったことから、幇助の中でもかなり重い行為に当たるだろうと指摘していました。その一方で、自殺幇助の法定刑は7年以下となっていて、求刑の際には再犯の可能性というのも考慮されます。今回は第三者などではなく両親に対するもので、動機も家庭内の事情によるものが大きく、再犯の可能性が低いと見られることが影響したのかもしれません。また3年というのは、執行猶予がつくかつかないかの分岐点なので、判決では執行猶予がつくかどうか、または実刑になるかどうかというのが、最大の争点になります。判決は来月の17日に言い渡される予定です。